島根県の出雲市にいます。出雲大社ということで8年8ヶ月ぶりに、参拝します。今いるのが神門通りですね、駐車場2番、に、車を止めたんだけど、これからちょっと出雲大社、参拝です。前回は遷宮60年の年に合わせてということで平成25年ですね、2013年に参拝させていただいて、まあ、8年8ヶ月ぶりですけど、ちょっとそれで行ってきます。はい、ということで、まあ、出雲大社はね、伊勢神宮と同じぐらい、まあ、恐れるべき、神社ですけど、出雲大社、出雲大社の正式の神社ですので、まあ、この周辺が、まあ、いわゆるこの新聞通りのところにお店があるので、何か食事したりしたりとか、あとは買い物したりするんですけどね、出雲そばとか、なんか、ここなんか、ふさおラーメンというのがありますね。で、観光案内所がそこにある感じですね。で、8年8ヶ月の参拝ですね。ウクライナの国旗がね。出雲大社参拝してね、その後、人岬というところに行きます。ここからですね。で、距離で言うと7キロぐらいかな、ところなんだけど、まあ、夕日がすごく綺麗ということなんで、まあ、あえてまあホテル1回ちょっとチェックインしてですね、その後、時間に合わせて今向かっているところです。今6時30分ぐらいで、今ちょうど7月1日なので、時間というとね、この時期だと大体4時半ぐらいになってくると、まあ、沈んだかなっていう感じになってくるんですね。日がね、地平綺麗に撮れるんだけど、まあ、夕日がすごく綺麗って言ったんですよ。大体夕日の時間にね、行くことにしました。1時間ぐらいで、まあ、ち
なんかドライブインがありますね。そこ今バス停になってるんだけど、散策するんです。ちょっと夕方なんだけど、向こうが夕日になってて、で今いるのがこの出雲松島ということで、松島ってまああっちの日本三景のね、宮城の方ありますよね。で、その感じで島が結構あります。松がね、でなんかここ見るとカサゴとか、確か岩場だからカサゴとかメバルとかが、生息してって書いてるし、ブリが群れて、マダイやブリが群れて釣りを楽しむ人にとって人気のあるフィッシングポイントがあって、あと30分ぐらいで結構沈むのかな、地平線過ぎるのあと40分ぐらいかなって感じですね。だからここは出雲大社とともに訪れていただきたいところです。まあ宿泊しないと、日帰りで来る人だとなかなかちょっと夕方とかあれかもしれないけど、ここの近くにも宿があって、今改装中でしたけど、蜂もなんかさっき言ったけど、俺蜂に刺されたんでちょっと敏感になってますけどね。なんか右